していってね。今回も有害駆除です。今回はアシスタントが増えます。今回は二人でやっていくよ。イノシシを倒した直後ですが、しかも倒しに向かいます。この日は2匹取れたのかな？その通り。取れた近くで取れるものなのかな？それは獣道の種類によりますね。獣道にも種類があるってこと。種類もいろいろありますが、今回はメイン通りにかけていました。メイン、そうだとしたらサブもあるのかな？もちろんサブ的な道もあります。私の言葉で言うとイノシシを取った場所はサブ、今私が通っている道がメインになります。どのように区別をつけているのかな？それは道の大きさと相互通行かどうかですね。獣道は基本的に一方通行です。それが相互通行になる場所、これがメインと私は呼んでいます。鹿が近くになったぞ。では仕留めていきます。漏電中。イノシシの時でなくてよかったね。なんかおかしくない？そうかな。今は獲物に集中。やっぱりおかしいよ。これはもしかして。変やな。まったくやりがつかないぞ。チェックしてみよう。ダンボールとか来てもらって。とりあえず通電してるか試さないと。今持っているのはナイフが早いな。通電はしていないと。問題はどこにありそう？自作品だからね、弱い箇所もわかってるよ。もしかして電源の方なんじゃ。怖いこと言わないで。チェックしたけど大丈夫そうなんだけど。通電してないよね。もしかして本当に電源の方じゃ。いや、早とちりはダメだよ。ちゃんと原因を突き止めないと、各部の確認がとても大切なんだ。まだ通電はなし。これは槍自体の問題ではないな。配線切れならすぐわかるよう、見えるようにしているし。この程度の仕様で切れるレベルの、配線の太さでもない。電源を見てみようよ。あ、バカみたい。いつも抜けるプラグ抜けでした。ちゃんと確認しないとダメだね。離れた間にすごいやる気になってるよ。電池さえあればこっちのものだよ。では、行きます。結局こんなに暗くなってしまいました。しょうがないよね。この後2匹持って帰ったんだよね。持って帰ったよ。イノシシはもらってくれる人がいるんだ。ブツブツ交換で何かもらえたりするし、もらってくれるだけでも嬉しいんだよ。鹿はもらえてがいないから、最近これしか食べていない。低カロリーらしいじゃない？最近痩せてきたの。いや、そんなことはないよね。多分食べる量に問題があるんだ。結構取れるからガツガツ食べないと減らないんだ。そうね。そして別の日。依頼者から電話が来ていたよ。罠に何かかかっているって。この場所はネズミとの格闘だったよ。餌を置いていたら最初にネズミが食べちゃうんだ。ネズミもかかるの？いや、後ろの金網が大きいから、扉が落ちるだけだよ。けど、長く捕まえられなかったから、申し訳なかったな。ネズミさえ来なければ早かったんだろうけどね。
しっかり入っています。では行きます。ゆっくり開けるんだよ、飛び出してくるからね。うまく開かないな。決まった。見てみようか。危ない。決まってないじゃない、漏電もしてるし。見えない場所で振るうからたまにはね。決まったね、あとは待つだけ。その間にあれを回収しないと。防犯対策もしてるんだ。防犯。今時は罠にカメラはセットだと思ってもいいかもね。カメラ高いよね。そこまで高くないんだよ、安いものだと2000円でもあるみたいだし。今年も罠にいたずらされたからね、捕まえてやるのが目標なんだ。そういえば毎年1回はあるよね。何が取れるか楽しみだね。ところで餌は何を使っているの？本当は内緒なんだけど。砂揚げ。そうなんだよ、今までトウモロコシ、ピーナッツ、いろいろ使ってみたんだけど、これが抜群に食いがいいんだ。ただしネズミもすごく来るようになるよ。多分揚げてあるからこの油分がいいんだと思う。おまけにこのサイズ感がいいんだ。餌もつけやすいし、何より表面のデコボコで結んだ際に固定しやすいんだ。価格も安いし、お腹が空いたら自分で食べられるしね。人の食べて美味しいものは、獣も食べて美味しいんだろうね。他にもカメノコせんべいもいいよ。せんべい系がいいんだね。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。